速化軸のここでございますあのブロックチェーンとかねメタバースとかって言われてますけども、まあ、私が考えるところさまざ、あ、まな使い方がある中で、ね、とっても期待するのがあの Google マップなんですよね。Google マップっていうのは、まあ、今世界中を見ることができると思います。つまり空間的な自由を与えてくれてるんじゃないかなと思うんですよ。ここに足りないものは何かっていうと時間的な移動なんですよね。 空間的な自由な移動は Google マップでできるにしても時間的な時系列的なねこの移動っていうのはまだ Google マップにできませんよねでもある特定のある特定の場所国、まあ、そういうロケーションですねこちらの方の1年前とか3年前とか5年前とか10年前とかひいては100年前1000年前っていうのが見れるとしたらこの Google マップもかなり立体的に 楽しみにはなななるんんじゃないかなと思うんですよおそらくねブロックチェーンっていうものはそういうことを可能にするんじゃないかなと思うんです。膨大な量を処理する、まあ、そういうふうな、ね、量子コンピューターとそれに耐えうるブロックチェーン技術、まあ、そこにカルダノが使われるような気もするんですけどもねどうでしょうかね。いやこういうふうに考えていくとねメタバースってなんか新しい仮想空間に 街を作って道路を作って橋をかけて建物を作ってそれぞれに NFT を埋め込んで権利を主張してそこでまたね資産のやり取りをするみたいに感じちゃうんですけども別にそういうふうなねまっさらな仮想空間を作らなくても現実にある Google マップなどに例えばね私たちのこの現実の暮らしにはない建物やスタジアムとかね 地下街とかを Google マップ仮想空間上の Google マップの中に埋め込んでいくとこれはなかなかね面白い都市開発になるんじゃないかなとシミュレーションになるんじゃないかなと思うんですよでそのために必要な業者さんがいくらなのかとかねどのぐらいのマンアワーがかかるのか工期はいくらなのかみたいなことも多分その仮想現実で弾き出されるとしたら不動産関係建設,設とかね建築関係の専門の Google マップっていうのができたりとかねそれこそ3年後の Google マップ5年後の Google マップ10年後の Google マップがある程度予測してみれるようになるかもしれませんよねまあ例えば新しいショッピングセンターを作るぞっていう計画をした場合ある業者なんかした場合 Google マップ上でまああの時間をねすごく早戻し,して、ま、今回の1時間の会議の中には10年後のね 私たちが建設するショッピングセンターの環境と周りの周辺の変化っていうのを予測したものをこれから1時間で10年分を見てみようかと思いますみたいな感じね。そうすると新しい道路ができたりとか、ショッピングセンターに誘致されるお店とかテナントが決まったりとかして、でそのテナントの仮想売り上げを作ったりとかね、人口動態調査とかをその中に盛り込んだりとかして、で、10年後こういうふうな売り上げ状態とか街の状態になってますね。 で10年後は天候はこうで,で排出ガスの規制はこういうふうに変わってきてとかねそういう諸々のデータ無数にあるデータを埋め込んで処理できるのがもうこれはねあの量子コンピューターをはじめとするブロックチェーンしかないなと思ってるんですよ。でそういうふうに考えるとなんか人類の未来もなんかある程度予測できちゃったりとかね過去もかなり膨大なデータを処理できるようになっちゃったりとか歴史学の意味がかなり深くなってくるとかね 様々ね、考えちゃうんですねすごいですね、これはね、うん。すごい。すごいとしか言いようがない。ということで、今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。まあ、限界集落って話を前回しましたけども、限界集落があるのと同時に、まだね、生まれてない大都市や、うん、人々の関わり、人間文化の進化、もしかしたら戦争、こういったものも人類はかなりの精度を持って、 予測でできるのかもしれないですねそこに出てくるのは無限のパラレルワールド人工的なパラレルワールドってことなのかもしれません SF みたいになってきましたねそれではお疲れ様です